自分らしさも出したいしというなんか難しいというか、あんまり前の作品に引っ張られすぎないようにというか、でももともとあった作品すごい人気だったので、それが何だろう、好きなファンの方もいらっしゃるので、なんかその何だろう、真ん中というか中間地点がすごい難しかったんですけど、なんか最初は結構なんか原作があるものなので、何だろう、どっちに寄せたらいいか分からなくて、もちろん原作もあるし、その今まで1代目2代目もいたので、なんか原作に寄せるのか、その、まあ、今までの作品に寄せるのかみたいなのは考えてたんですけど、なんか考えたらちょっとキリがないというか、なんか そこの客層だけに向かってやってもと思いまして、なんか結構思い詰めないようにというか、結構気楽になんか自分らしくやれればいいのかなっていうところに最終的には行き着きました。なので一応もともとの作品もちょっとずつ見させてはいただいたんですけど、あんまり見すぎちゃうと多分同じようになってしまうので、なんかいい具合にというか、自分がやりやすい程度にちょっと参考ぐらいな感じで、あとは何だろう、今の世代の子たちは多分白鳥玲子でございます、知らない子たちの方が多くて、多分私のファンだったり普段いつもまあビビとか読んでくださってる子たちが見てくれると思ったので、あんまり何だろう、全く新しい白鳥玲子でございますでもいいのかなっていう気持ちで、あんまりプレッシャーを感じないようにというか、自分らしく演じていこうっていうことを決めました。でも白鳥玲子でございますの中で、その代名詞のおほほがあるじゃないですか、なんかみんなが期待してるというか、そこがすごい難しくって、結構最初本読みの時とかも監督に、あ、これは練習しなきゃいけないねみたいな感じで、監督さんすごい優しい方なのでそんな感じだったんですけど、一応なんか10パターンは用意してこいって言われたので、それは、はい、そうなんだ。そうですね、それは自分でこだわってというか、その玲子様の感情によってちょっと変えるようにはしました、うん、監督のダメ出しというか、そういうのは声が張れなかったとか、そんなことなんですか、そういう、いや最初はすごく恥ずかしくって、なんだろう、そもそもおほほって普段言わないのでもう全然続かなくて、かなりセリフの中でもうなんか30秒ぐらいずっとおほほほってずっとやってる場面もありますので、うん、もうそれはもう何回もやって練習してみたいな、結構そもそもがなんだろう、ちょっと恥ずかしいというか、どうしてもなんか自分が捨てきれない部分があったんですけど、でもなんか慣れてきたらもうすごい逆になんか気持ちいいぐらいな感じで、でもその一番最初の登場シーンにその車から出てきて、世界の白鳥玲子よみたいな感じでおほほっていうシーンがあるんですけど、そこはなんかなんだろう、かなりの迫力でやらなきゃいけないなっていう気持ちは自分であって、その本を読んだ時になんかもう本当にバラの花が散るような感じで、なんかもう白鳥玲子っていう感じを出さなきゃいけないので、かなりそれは苦労したというか、監督と話し合いながらというか、はい、やらせていただきました。なんか衣装合わせの時にすっごいもう 何十体というかもうたくさんあったので、その中でなんかこれがいいんじゃないかなっていう話し合いはすごいいろいろしました。なんか小道具もいろいろ毎回なんだろう、頭につけたり耳につけたり、手とか首とか、あとまあなんかショールとかいろいろ小物がたくさんあったんですけど、それはみんなで話し合いながら、なんか今回はこういうテイストにしようとか、なんかこのポスターの時はなんか全部花柄にしたんですけど、頭も花で耳も花で首も花で、実はそう、それをなんか統一させたら可愛いんじゃないかみたいな、そういう話はみんなで現場で、なんかこの時はこのカチューシャがいいねとか、あとなんか玲子様一切黒を着ないんですよ、なのでそれはなんか途中で決めたというか、ドラマの中でその相手役、相手というかライバルで柿椿あやめさんがいるんですけど、なんかその時に映画には登場しないんですけど、はい、その時になんか柿椿さんはちょっと黒い感じなので、うん、
なんか黒いヘイトアクセが何個かあったんですけど、なんか黒は玲子様っぽくないからやめようみたいな話し合いはしました。かなり一体一体、はい、もうファッションは皆さんと相談して決めていかれた。そうですそうです、はい、ネックレスとかもいっぱいあったので、いやこの時はこんな感じじゃないとか、なんかそのシーンによって今回はデートだからとか結構派手にしようとか、そういうのは話し合いながら、あと登場のシーンも白いワンピースをそのポスターでも着させていただいてる白いワンピースなんですけど、それもなんか赤い絨毯だから白鳥玲子でございますって赤いイメージじゃないですか、なんだけどやっぱり白い絨毯には白、赤い絨毯には白の方が入るからとか、そういう話はみんなでなんか相談し合いながらやりました。映画だと結婚式のシーンも結構見どころかなと思うんですけど、はい、あのドレスはどんな感じで選ばれたの？あのドレスも何着か一応あの、はい、スタイリストさんが用意していただいて、その中でなんかもうパッと見て、あもうこれだって思ったら、みんなも私も絶対それがいいと思ったって言ってくださったので、みんなでなんかもう本当にもう一致団結というか、あもうこれだねみたいな感じで、はい、決まりました。それをやっぱり白鳥玲子として選ぶっていう、ね、そうですね、なんか女の子らしいけど上品でみたいなイメージというか、ちょっと大人っぽすぎても、なんかやっぱり白鳥玲子は結構王道な感じがいいのかなっていう、マーメイド型 の、はい、あのウェディングドレスとかもあったんですけど、なんかおしゃれというより、なんか本当になんだろう、アニメの作品から出てきたみたいな、ちょっと少女漫画チックな、もう女の子がよく描くようなウェディングドレスの方がいいのかなと思って、ちょっとキュッポンってなってる、あの分かりやすいあのものにしました。でも手袋とこう結構ヘッドアクセサリーで大人っぽいというか、そうですね、なんかちょっとそこで上品な感じを、はい、そうですね、なんかすごいめちゃめちゃ冷たい役じゃないですか、この時がもうオンとオフが激しすぎて、もうなんか笑えるぐらい、本当もう逆にもうすごいプロだなって思いました。もう全然違うので、なんか結構本当に差があるんで、はい、もう真逆ですねもう本物はもう玲子様より全然乙女なので、女子力が高いそうそう、本当に玲子様より乙女なので、あの結構ねすごかったですよ、そのギャップがすごい。でも初めてお会いしたシーンがその教会のシーンというか、一番クライマックスのシーンだったので、まだ桐生さんのこと何も知らないまんまだったので、すごいやりやすかったです。逆になんかその後すごいなんかねクールな感じでセリフ言われても、ちょっとなんかは笑けてきちゃうというか、そう面白くなっちゃったんですけど、一番最初まだ何も知らない時に その一番クライマックスだったんで、逆に良かったんじゃないかな。そうですね、まあ、スケール自体がもうすごいスケールアップしてるのと、あと玲子様がもう一段と玲子様っぽいというか、なんか一段とパワーアップしてて、なんか映画版の方が結構玲子様の妄想を全部、あのなんだろう、実際に描かれてるので、なんか本当に白鳥玲子でございます感がすごい強いというか、あとこのなんか夢の世界観がすごい映画だと描かれてるというか、ドラマではあんまりその玲子様の家とか、まあそういうのはあんまりバックグラウンドはあんまり描かれてないんですけど、あの映画ではすごい描かれてるので、そのなんか映画ならではのね、なんか大胆な、映画版の方がそういうエフェクト効果みたいなのも寄りついてるんですかね。寄りついてます。あと音楽も、ね、あのボイメンさんの音楽もついてるので、うん、すごいなんかさらに感情移入しやすいというか、キュンキュンしやすい、うん、なんか上がりになってます。上がりになってます。はい。